三菱地所ホームのオーナー様、皆様大変お世話になっております。私、三菱地所ホームオーナーサポート部アフターメンテナンスを担当しております池田と申します。本日は、お時間いただきまして、建物に関する、メンテナンス方法、こちらの方をご案内させていただき、皆様により快適な、時間を過ごしていただくように、ご案内させていただければと思っております。今日、私と一緒に、建物、水回りの、お手入れ方法をご案内させていただきます、点検代行業者の末永工務店末永さん、末永さんと一緒に、ご案内させていただきます。よろしくお願いいたします。それでは、早速、水回りのご案内になりますが、キッチンから見ていきましょう。では早速キッチンの、お手入れについてお話しさせていただきます。まず最初にカウンタートップですが、普段のお手入れとしたら、普通に水拭き、空拭きをしていただければ結構です。で、汚れてたらクリームクレンザー、もしくはこちらのメラミンスポンジ、これは濡らして、普通にこすって汚れを落としてください。で、シンクの中とかは、漂白剤は基本的には、使わないようにしてください。長時間使うと変質する恐れがあります。で、あとこちらの水洗ですが、基本的には空拭きを心がけていただくといつまでもきれいに、持ちます。では次に今度排水口に行きます。まず蓋を取っていただき、で、このカゴを取っていただきます。このカゴもまめに掃除をしてください。で、こちらの排水口、ここに、柄を突っ込んでいただくと、これが簡単に外れます。で、これを掃除するときは歯ブラシでやっていただいて結構です。で、あとこの排水口の中も歯ブラシでやってください。で、入れるときはこれ爪になってますので、普通に押し込んでいただければ、これで OK です。で、カゴを戻して蓋を閉めます。末永さん、年数が経ってきたお宅で、排水の流れが悪くなるというお話をよく聞くんですが、普段から何か気をつけるというようなことはありますでしょうか？普段から気をつけるとすると、油物を、洗うときには必ず、キッチンペーパーとか新聞紙で油物を吸い取っていただいて、それから洗剤で洗って流してください。で、あとできることとすると、麺を茹でた時のお湯ですとかに、若干この水道の水を入れてちょっとぬるくして勢いよく流してください。で、またこの鍋にこちらのお湯で結構です、60度ぐらいのお湯を1回入れていただいて、もう1回流していただくとパイプ洗浄剤と同じ効果がありますので、それだけでもだいぶ違ってくると思います。で、あと普段パイプ洗浄剤を使っていただくのはお勧めいたします。以上ですかね。ありがとうございます。それでは続きまして、換気扇の方をちょっとご案内いただけますでしょうか？はい、では換気扇の、お手入れについてお話しさせていただきます。まず、こちらの方にどんな換気扇でもそうですが、だいたい取り外し方が、貼ってありますので一応参考にしてください。まずこちらの整流板を外していただきます。で、あとこちらの方に、いろいろ形はありますが、こういったグリルがついてますので、これを外していただいて、これもまめにお掃除をしてください。で、あとこちらの整流板の方もなるべく、回数を、掃除してください。では、あとこちらの中の方の説明をさせていただきます。まずこの外側のカバーを外します。で、今簡単に外しましたが、基本先にこちらのネジを緩めてください。そうするとこれが外れます。で、メーカーによって形は若干違ってきます。で、あとこちらのシロッコファンの方ですが、真ん中にこういったつまみがついてます。これは逆ネジになってます。右に締める方に回すと緩みます。そうするとこのファンが取れますので、こちらの掃除を年に1回はやってください。
末永さん、ありがとうございます。引き続きおトイレの方もお願いできますでしょうか。はい、わかりました。ではトイレの、お手入れについてお話しさせていただきます。まずこちらの蓋とか樹脂の部分は乾いたもので拭かないように、トイレットペーパーとかで拭きますと傷になります。濡れた柔らかいもので拭いてあげてください。であとこちらの陶器の部分は、普通にお掃除をしていただいて結構です。で水垢が落ちにくい時には激落ちくんですとか使っていただければいいと思います。であとこちらに、これは TOTO の製品なんですが、脱臭フィルターというものがここについてます。でこれを引き出していただくとこういったものがついてますので、ここにホコリがたまります。でこれを歯ブラシとかで掃除してあげてください。であともう1点、ここにこういったレバーハンドルがついてます。これをねじっていただくとここが上がってこの隙間の掃除ができます。で戻す時にはまた引っ張り出して元に戻していただくと下がります。であと、よく最近のは水の量が少なくなっても節水型になってますので、トイレットペーパーを大量に使った時とか外国製のトイレットペーパーを使った時には、何回かに分けて流してあげてください。以上です。末永さん、そうしましたら引き続き、浴室のお手入れ方法についてお聞かせ願いますでしょうか。はい、わかりました。では浴槽の、前にこちらの洗い場の排水口ですね、こちらのお掃除、この蓋を取っていただくとこういったものが見えます。でこの排水ピースっていうものを一回外していただいて、でこの筒も回していただくと抜けます。でこれを取っていただいた後、こちらに排水ピースというこういった部品がついてます。でこの中も汚れますのでこちらも掃除してください。で戻す時にはこちらを差し込んでいただき、でこの筒を入れます。でこの筒を入れましたら必ず回してください。じゃないと臭気が上がってきます。でこのヘアキャッチャーを戻していただき、蓋をしていただければ、はい、こちらの排水口のお掃除は終わります。で次は今度浴槽をお話しさせていただきます。では浴槽の中のお話をさせていただきます。まず最初にこちらの循環パイプカバー、こちらはちょっと左に回していただくとこうやって取れます。でこちら側とここを歯ブラシで掃除してください。でこちらに見えないかもしれませんが三角のマークがあります。でここにも三角のマークがありますので、そこを合わせてかぶせてください。で右にちょっと回していただくとはまります。では続きまして浴槽の排水栓ですが、こちらちょっと持って引っ張っていただくとこのように外れます。でここに髪の毛とか、詰まりますので、綿棒とかで掃除をしてあげてください。で戻す時には上からかぶせてで押していただくとはまります。末永さん、ありがとうございます。お客様のお話の中で、浴室の鱗汚れが気になるという方、かなり多いんですけれども、これを気をつける点というのは何かございますでしょうか。その浴室の鱗汚れ、臨場痕っていうんですが、水滴の跡が、原因です。ですから使用した後にスクレーパーで結構です。まあこれはアクリル板なんですが、水滴がついてましたらスクレーパーでこう水滴を全部取っていただくか、もしくは、拭き掃除をしていただいて水滴を取ってあげてください。それが一番の、予防になります。スクレーパーというのはT 字型のゴムのヘラみたいなやつ。そうですね、ガラス掃除する方がよく使ってるそういったもので、まあ100均でも売ってますので、その T 字型のスクレーパーでこうざっと取るだけでも全然違ってきますので、ぜひやってみてください。ありがとうございます。